で、それで第1位は何なの、ここまで来て、今まで、コスプレ来て、匂いフェチ来て、第1位は、第1位はですね、第1位これですね、4年に一度必ず入るっていう女の子がいまして、オリンピックじゃん。そうです、そうです、そうです。まあ、大体オリンピック周期で言ってるんですけど、そこはですね、大阪の…何回行ったの？それはですね、今3回行きました。じゃあ12年前から行ってるの？そうなんですよ、まず北京オリンピックからなんですけど本当にオリンピック周期で？そうです、そうです、そうです。あ、その子に会いに行ってるってこと？これはですね、ちょっと自分を追っていきますと、お願いします。はい、まず大阪の大手パッショングループというとですね、ここはですね、女の子に応じてロジータ、ぽっちゃり、SM とガストみたいなね、なんでもあるね、特性によって。で、その、まあ、SM 店、まあ、言っても、まあ、ガチな SM じゃないんですけど、まず、北京オリンピックの時ですね。北京の時は12年前、はい、はい、そこで初めて会いまして、なんて子？それはですね、ちょっと言えないんだ。 A さんですね。 A さん、某 A さん、某 A さん。見た目どんな感じなの？見た目はスタイルはいいんですけど、顔はちょっと。スタイルって言ったら身長何センチぐらいの？身長結構大きいですよ、165ぐらいあったから。モデルさんみたいだね。そうです。で、スタイルは？顔ちっちゃくて、ちっちゃくて、顔は味のある顔をされているっていう感じですね。芸能人で言うと？うわ、芸能人で、あ、その子新垣結衣ですね。あれ、それって可愛いんじゃないの？いや、新垣結衣をどうでしょうね、100回殴ったぐらいの顔。もう顔、誰でもいいじゃん、そんなの。いやいやいや。ああ、髪の毛は長いの？髪の毛は、どうだったかな、これぐらいですかね。あ、それぐらい、ああ、ちょっと大人っぽい。何歳ぐらいの人？その当時で、まあでも20代前半ぐらいかな。おお。ちょっと天然の子なんですよ。おお。ちょっとしゃぶやってんのかなっていう感じの子なんですけど。やってるのね。で、で、で、まあ、で、その子、初めて入って、まあ、その時は普通の、まあ、自分でもすごい観音小説を読んだりして勉強熱心 でサービスも良くてっていうぐらいの印象だったんです、北京の時は。で、それからですね、どんどんオリンピックですね、次の4年後、4年後なんとなく行ったんです、4年後。お前の子サービス良かったし、まあ行ってみようって、そしたら、まあ、最終的にですね、シックスラインしながらですね、私が潮吹いてるとこ見たことあるって言われまして。どうしたらいいの、その時？そうなんです。で向こうが目の前で潮吹いてるのを見て、僕その時ちょっと立ち退いちゃったんですよ。あ、ブルっちゃったの？ブルっちゃって、ブルビビっちゃいました、このキャッツが。そうなんです。あ、これ僕初めてその時負けたなと思ったんですよ。負けてるね、これはもう。負けたなと思って、その子はほんと4年の間にそのプレーが蓄積されてすごく成長してたんですね。いつの間にか僕以上の変態になってたっていうのがありまして。まずね、その前にいろいろ分かんないことがあって、はい、69はみんな分かるかもしれないけど、はい、うん、まあいいや、まあ、それから聞くとして、じゃあ、それで第2回目の戦いの時は、第2回目のオリンピックの時はもうちょっとキャッツも負けたです。じゃあ次どうなるの？そう、ディオネじゃねえよです。ディオネじゃねえの？うわーうわーって、さあリベンジしに行こうと思いまして。キャッツも一応、まあ、修行してるよね。修行しましたよ。チーカマでポンっていう技も覚えてそういう必殺技を身につけて僕も行って、で、その時は僕は実は一番好きなプレーは何？干潮した水をぶっかけられてるのが一番好きなんです。おお。はい。で、まあ、それをやってみようと。おお、はい、じゃあ干潮を持参して。いや、向こうにもあるんですか。だって200、そうです、200ml かぐらいのシリンダーがありまして。でかいね。そう、これその水分全部入れるの？そうなんです。なので通常の方だと、そうですね、3本4本なんですよ。え、ペットボトル？そう、ペットボトル1本より多いぐらいですね。いや、ん？でもそれは何が入ってるの？ここにこれ210、これ3杯お尻に入れるの？そうなんです、そうなんです。
通常の人が、一般人は一般、まあまあまあ、そうです、そうです。で、その子、違うってこと？その子は、だいたいいつも何本ぐらい入れるのって言われて、3本、4本ぐらいだよって言ったら、あ、そんなもんなのって言って、じゃあ、20本いってみようかって。ちょっと、1.5 リットルの、どうする？そう、もう、20本って言ったら、もう6リットル大きい、あれですよね、醤油1本ぐらいですかね。そう、200×400 で4リットルでしょ。だいたいこれぐらいですね。これに何が入ってんの？水です。水を、どこに、何するの？それを、干潮するっていう、お尻に入れるんですよね。音から。どういうこと？全然わかんない。これを全部、これお腹に入るのも大変じゃん、これ。大変です、大変です。これを全部、後ろから入れるの？入れるんです。水を？はい。なんかパンパンじゃん。パンパンになりますよね。で、結局入っちゃったんですよ。20本。じゃあ、キャッツは何してんの？どういう形してんの、その入れるやつっての？入れるやつは、ここは、注射器の大きいものですね。おもちゃみたいなやつ？そうです、こういう。こっちはプラスチックなの？プラスチック、それはガラスでできてる。怖っ。なんですけど。お医者さんじゃん。お医者さん。お医者ですよね。すごいドクターだね。入れました。そもそも、てか何してんのそれ。そう、まあ、その時点でもう向こうのペースじゃないですか。もうキャッツマウント取られてる、ね、マウント取れてまして、入れた後もちょっと私興奮しないと出ないから、ちょっとイラマチョをしてくれるって言われて。イラマチョって何？イラマチョは、喉の奥までチムチムゴットを入れるというプレイなんですけど。で、まあ、僕としてはバツボを押さえて興奮するんですけど、でもやっぱ向こうのペースでちょっと釈然としないなっていうんですけど、最後にちょっと一泡吹かすことができまして。お、どんな技で？はい、お腹に入ったこの4リットルですね、うん、これを出してもらったわけですよ、うん、出してもらったらなんか様子がおかしいなと。なんか周り水浸しのまんまなんだけどな。それ ちなみにお風呂でやってたんですよ。ああ、よかったよかった。はいはいはい。お風呂で、その排水口にうんこが詰まって水が溢れてたんです。オーバードして、もうここが便器みたいになっちゃった。そうそしたら向こうも その猛者がですよ、焦って、やばい、どうしようってなってるんですよ。お、逆転、これが究極の周知プレイかと思いまして。周知プレイ。その排水口のなんか砲丸みたいなのが入ってるんで、それを引き抜いて、誰が、僕が、優しいじゃん、その水に手を突っ込んで、汚いの、汚いの、汚いの、突っ込んで水を抜いて、ちょっと、やり返せれたという話が。最後逆転したね、仏の力で、けど12年間でそんな変わっちゃうんだよ、その子。そう、最初は別に普通に正統系だったんでしょう。そうです、そうです。なんで、まあそういうプレーが蓄積されてる子はやっぱりまあいい子ですよね。技術も上がっていて。あ、そう、聞きたかったのは、そのサービスがいいってどういうことなの？さっきからなんかサービスの質が上がってきたとか、なんか俺それはちょっとやっぱ